欠場することは全然、うん、考えてなかったです。少しの前もなかったです。なんでかっていうと、うちの母が亡くなってきっと3日後ぐらいに大学選手権とか全日本出て優勝したんですよ。出なかったら、母ちゃんが何て思うか分かるだろうみたいなこと言って、これで出なかったらお前やめろよって言われるだろうと思って。急に試合終わった瞬間、いろんなその我慢したものがふわって抜けて、うん、なんかガクンってなったというか、これ誰にどうやって報告したらいいんだって、いないのにと思い始めて、結構あのリングの上で泣いてたの、嬉し泣きっていうよりも結構パニックってたとこもあるんですよ。なぜかアンディに抱きついた時にいないのに、うん、勝ったけどいないしみたいなことを言ってて、アンディがなんか大丈夫見てるからみたいな。I'm coming home soon. I love you, babies. And thank you, God. God bless you guys.そうですね、お前俺の言うこと聞かねえからだよって絶対言われる9月の試合出るって決めて、それ喜んでくれて、でもそっからやっぱすっごく体調が辛くなってたから、まずここ頑張ろうって、ここ頑張って1年で体を元に戻して、1年トレーニングして2年後来人一緒に出ようって、それまでみゆ頑張るからそういう計画を話してて、それ私が一方的に言ってて、最後はもうやっぱ苦しそうだったから、うんうんってうなずいてただけだから、もしかしてどういうふうに思ってたのか分かんないけど、私の頭の中ではそういうふうに描いてて、無理にも絶対そういうふうに言い聞かせようと思って、もうそれ立てたらもう私本当に何だろう、それが自分の最後の試合でもよかったぐらい、やっぱ憧れの人と一緒に、試合に出たかったです。いやなんかね、やっぱり今まで本当にそっとしていただいた分、やっぱりこういうところでちゃんとお話しさせていただけてよかったです。ありがとうございました。